中世道は、李氏朝鮮の行政区画の一つ。別名を古西という。現在の韓国の中西北道、中西南道、大田港域市、清掃特別自治市一帯の地域にあたる。北を、軽気道に、東を漢温度と、軽昇道に、南を、全田道に接する。西は、航海に面している。古くは九だらに属す地で、中世道の人は、 一般的に恩和と言われている。この地域の都市、中州と清州の地名をとって、中西道と名付けられており、統一白木時代に中原と西原の象形が設置された地でもある。道の中心は、中州に置かれた。高麗時代の洋広道であり、995年中原道として設置された。1105年、洋広忠清州道と解消され、 1171年、洋広市と中世の二道に分割されたが、1314年、再び、洋広忠清市修道に戻し、洋広道と改称した。大層四年1395年、洋広道から中世道に改称し、中世道から洋州、公州を景気道に編入させた。また、大層十三年1413年には、中世道から景気道に、理教、 安城、影岳、洋城、洋里市を編入させ、京商道から中西道に奥泉、高換、四洞、青山を編入させ、現在に近い形になる。1896年8月4日の構想の直例で中西北道と中西南道に分割された。金山群はこの時に全羅北道に編入されたが、1963年に、 中世南道に変更されている。ありがとうございます。